招き猫の次は、鉄人。学マス、学園アイドルマスターとカラオケの鉄人のコラボが開催決定。しすぎんだろ。ちょっと琴音持ってない？テンポ少ねえんだよお前に。広さは何だいその格好は。SM 嬢がいる。広志の沢にこんな露出の高い格好をさせるとはけしからん。平成アニメの悪の女幹部にいそう。琴音可愛すぎてびっくりした。あとちょっと、ち。露出が多い子よりも見た目やべえ。篠沢で草。この衣装がゲームに実装されたら俺は全部引くかもしれん。肩出しリリアはまだガンに効かないがそのうち効くようになる。手まりはなんか中二味があるな。ヴァンパイアハンターとか似合いそう。パンキッシュで可愛い。さき、手まりが特に似合ってる。パンキッシュ女子の中に一人だけそういうお店の女王様がいないか。これがガクマスのパンキッシュゴシックですかい。うお、ちょっとはみ出しすぎ。頼むからゲームにも実装してくれ。金は出すぞ。スミカのスカートへ。ね、あと一番靴底厚そうだから身長と合わせて170以上ありそう。こういうコラボの時の衣装で毎回マオ先輩にちゃんとズボン用意してくれるの好き。毎日のように新規書き下ろしのイラストとグッズが拝めるな。このコンテンツ供給過多で溺れちまうよ。広川よ。会長リナミスミカ本間スタイルええなぁ。あとこう並んで真ん中に配置されるとお姉ちゃん本間チンチクリンっていうかどことは言わんけどナーフされてね。お姉ちゃんの腹筋ナーフを許すないんかい。胸の大きさが乱高下してない。どうも花見姉妹はナーフされがち。偽姉はこれでいい。梅ちゃんはいつでもパッションに溢れているのだ。マオパイ腰細いけどお尻大きそうで一打。ヒロマホはコニーそう。マオパイってダメージ系の服好きそう。ローソンとは正反対の衣装な気がするんだがお姉ちゃんどれも似合うな。ヒロのお腹と手まりの太ももが同じ太さなのバグだろ。え？難しいのかもしれないけど、こういう衣装を買わせてほしいわ。ミスズさぁ、リナミさぁ。ミスズの地雷感がすごい。趣味タンスケベすぎるだろ。琴音は胸元のハートもやばいけど下半身の露出やばすぎるだろ。ほぼ生足じゃん。監視ろ、ムチ持ってそう。自分を叩かせるようかな。正気か。疲労ムチなんかで叩いたら救急車案件なるぞ。M ってことは、S ってことだよね。実際に P に対する求め方は S っ気がある。P が苦しんでるのを楽しそうに見てるイメージ。S はシノサーの S っていうもんな。M はマスター、S はスレイブ。アイドルマスターってそういう。SM の主導権を握るのは大抵 M なんだ。ヒロは明確に好み細かくて S を振り回すエゴマゾタイプだからな。ヒロがムチを振るうほど腕を動かせるわけないだろ。殺すつもりか。ムチは最悪なくてもよい。足さえあればプレイはできる。ヒロシノサワ、いや、シノサワ様。大学時代にこれ系のコスチュームプレイで関係者の脳を焼き尽くしたらしいな。ヒロって意外とこういう系に合うんだな。ムチ打ちなどの実行役を P に任せて指示出しと尋問を楽しむヒロ、そういうコンビも良いのではなかろうか。軍服っぽくもあるから悪の秘密結社の女幹部みたいな感じもする。どっちにしろムチが似合うな。色合い発見に変えれば清志十字騎士団とかにいそうだなヒロ。騎士官あると思ったらレイザーラモン HG だ。あの動きしようとしたら一瞬で腰折れそう。知らなかった、プロデューサー。攻めるのって、はぁ、結構、はぁ、楽しいんだね。ぜぇ、はぁ、ぜぇ、はぁ。篠沢さん、吸入器を使ってください。交代しますか？馬乗りになって耳元で好き、好き、と囁いてくるんだ。ムチ持っただけですよ。来ただけで満足してそう。ムチを振り回そうとしてムチに振り回され最終的に自分に当たって保健室行き。ポリスっぽい。趣味に捕まったからね。もうお姉ちゃんって呼んでくれないの？なら女王様とお呼び。お姉様。なんかさらに父増量してね。
はみ出しちゃいますよ。でっか。知らん人にこの画像ポンと出したらギリギリアイドルキャラだと気づいてもらえねえぞ。もう悪の女幹部とかそっち方面なんよ。私もね、気づいたことがありますの。学マスのグッズやコラボの供給ペースに本気で付き合ったら破産確実ですわ。疲れた。財閥も東大までですわ。他ブランドより人数少ない分担当推しの供給量が多くて余計にしんどい。取捨選択しないと。そこで私もあくまで大アイドルを絞って本当に欲しい方だけをお迎えすることにしましたわ。次はトレーディング前提のランダムグッズですわ。FAM くじより邪悪なものはそうそう出てこないと思いますけれど、単純に高頻度でグッズが出てくるのがしんどいですわ。マジでピッチが早すぎる。行き急いでない？休止したりしないよね。コラボ時にお出しされるスレガみたいなイラストだけ見て満足する方法を取ることで出費を例に抑えてますわ。例えばデレだったらこのペースでも問題ないんだよな。めったに順番回ってこないから。学マスの場合ほぼ全員供給あるから。デレ担当の出番を1年以上待ってるうちに学マス担当の出番が毎週来てるのかと錯覚するくらい高頻度でぶつけられる。この温度差よ。イラストレーター複数いるだろうけどそっちもしんどそう。ローソンコラボの5人見て少ないなと思ってしまいましたわ。全然少なくないですわ。5/12ですわ。他人数事務所で培った商法を少数精鋭で実践すな。業界の先輩のありがたいお言葉。書き下ろしが多すぎる。嬉しいはずなのに苦しい。他ブランドは担当5人までって決めてるからなんとかなってる。学マスは最推しプラスその時の絵が気に入ったもう一人ぐらいに絞らないといけなさそうだ。